昨夜遅く、JR 市ヶ谷駅近くでタクシーが激しく燃える火事があり、現場は一時騒然としましたが、けが人はいませんでした。車両から激しい炎を上げるタクシー。昨日午後11時半過ぎ、新宿区市ヶ谷田町1丁目の路上で車が燃えたと近くを歩いていた人から通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められ、タクシー1台が全焼しました。この火事で怪我をした人はいませんでした。タクシーを所有する日本交通によりますと、車両が燃える前、運転手はヘッドライトがつかなくなったことに気づき、営業所へ向かう最中にボンネットから白煙が出たということです。またこの車は2013年から使われ、これまでおよそ36万キロを走っていて、今年の夏に交換する予定だったということです。